ここは国際サーキット予選タイムアタックの開始です。なぜかスリックタイヤをつけたこの車、ドリせてなかったっけ。頑張ります。 D1 キットの踏みっぱ男、果たしてレースでどこまで通用するのだろうか。予選スーパーラップを見てみよう。ですからですね、86よ、86王者決定戦。これね、86の王者を決定する、王者決定戦だ、86の。なんかすげえ言い訳してたよ、俺と同じような、なんかエンジンが回らねえとかさ、なんかレーサーみたいなこと言っちゃってさ、 D1 選手がそんなこと言ったらいかん。あのバカがな、本当にさ。ドリシャがあればつい走らせたくなるのはレース主催者も同じです。お前は忍者が死んでしまえ、バカ。誰が一方このレースぶっちぎりのトップは昔のビデオオプションレギュラーだった元86 GT ドライバー坂木くん。それではコースレコードの走りを教えてもらおう。よくいろんな人いろんなこと言うけど、僕の場合はね、あっちの裏の山の方でまっすぐのとこあるでしょ。あそこずっと行くとさ、右にカーブがあるでしょ。あそこのカーブの進入が大事なわけよ。スルッと行ってブレーキ切らせてやると。お前はあれか。お前今回優勝したら、お前にまた俺が商品出してやる。何？おっぱいもみもみ券。マジで？マジだ。お前なんで目開くんだよ、そういう時だけ。もみもみ券？突如鼻息が荒くなった坂吉、率先してグリッドに並ぶ。他の苛立ちを抑えながらポールに鎮座。2番手はその昔ミトナットと呼ばれる暴走族に入った小泉幸太郎。ぐっと下がって6番グリッド、己の不甲斐なさについつい下を向くデスカルデスネ君。セクハラ大王のマシンはなぜか大ハンドル。走りたくねえ、ほんともう暑いよ。およそ36台自称86使いたちがフルスロットルでスタート。その昔乗っていた GT86 より速いんじゃねえか。坂吉号オープニングラップを獲得。ですから君、会長に坂吉を追うが、前方に木炭自動車のように煙を出しながら走っているやつがいる。今日はレースに来たはずなのにドリフトに戻ってしまう上を。後続車たちはすっかりドリフトイベント状態。それなりにゆっくり走っている北新、ドリフトしちゃうほどの速度でないから安心。ミトナット幸太郎、坂吉を指してトップへ躍り出ちゃった。マセの走りが TI に通用するのか。くそー、滑るよ滑るよ。ホームストレート、諦めかけた坂吉の股間に突如電気が走った。いやー、ライン残さないで。パキッと刺しちゃえばこちらもんだ。もはや坂についた猛獣坂吉に手こずる幸太郎。トップの坂吉の前に現れたのはセクハラ大王。これって瞬間よくない。最悪だぜ。トップでゴールラインを通り抜けたのはもちろん股間もっこりやろ。ですからですね、やっぱりドリフトに戻ることに決めた。負けない。あ、なんだよそこで揉め。そこ、おい、そこで揉め。あの野郎。
いとこで揉み上がってるのやろう。意外な副賞に大喜びの坂吉くんでした。レースってどうなってるか間違えてますよ。俺警察に来たもう帰ろう。俺たちは次の関谷ヒルズに行こう。